ある平和の日肖像像の、パネルを再現してあります。でこのパネル重要なのは後ろにも再現してあるハルモニの影です。この肖像像は慰安婦被害者たちが少女だった被害を受けた時の姿を表していますが、影は、ハルモニの影になっています。おばあさんの影になっています。影には今現在のハルモニの姿を描き出しました。慰安婦ではない、性奴隷でした。辛くも生き残り、解放後も神父の生を送ったかつての少女たち、今年老いたハルモニたちはかつての自分の若い面影に手を差し伸べ、少女の髪の毛に降る雪をそっと払いのける。私は日本に暮らしながら、やっぱりそれは慰安婦の問題であり、その個人の問題、慰安婦のハルモニたちがそれを許すといえば許す問題であるのかと考えたときに、それは違うと思います。一切これから植民地支配、慰安婦問題を口に出すなというような形でこれを締めようとしています。それは歴史の真実や人々の暮らし、私たちが生きてきている実感、この日本社会というものをやっぱりあまりにも見くびっていて、人の尊厳に対する、人の尊厳に対する挑戦だと思います。反日、日本が日本で嫌いで嫌いでどうしようもない、日本を貶めたいという人たちが三鷹市の公共施設を3日間借り切って、中学生のための慰安婦展、実際は売春展示です。中学生に対して日本がどんな慰安婦売春行為をやってきたかということを延々と洗脳するような催し物を行っていました。そして私が今大学生っていう年になって、この問題がすごい許されない、女性として許されないことをだとすごく感じています。いろんなその証言とかハルモニーの話を聞いたんですけど、当事者からしたら謝罪っていうだけで許されるものでもないし、一生の傷だと思います。でもそれに対して日本政府はあまりに無責任だし、人道的じゃないと思います。女性が、女性の人生をここまで踏みにじってから謝罪もなしにお金で解決しようとしているのは非人道的だと思います。私は朝鮮人としてもそうだし、女性として、そして人間として、この問題は政府がちゃんと心で見て、人として見てから対応してほしいと思っています。韓日政府は被害者たちの声を無視するな、無視するな、無視するな、無視するな。